どうもこんばんは、オカミです。今日は6月27日発売プレステ4とパソコン版ですねのタイトル、ハードコアメカやっていきたいと思います。この今バックでかかってる主題歌はアニソンで有名な影山博信さんが歌ってます。まあいろんなロボットで合体変形したりして敵を倒していこうっていうアクションだったりスパロボだったりいろんなジャンルの人が結構好きだと思います。初プレイですね。それではやっていきたいと思います。あと動画の下の方にも書きますけど、ゲーム中にキャラの隠し機体の出すコマンドも上げておきますので、よかったら使ってみてください。100万馬力混合ヒーロー X、 ここに剣山行け流星人、町の平和を取り戻すんじゃ。おお、かっこいいな。で、設定でコントローラー等でもできるので、マウスでも好きな方でいいと思います。下がブーストゲージね。飛行士の小型魔獣じゃ。腕に輝く閃光キャノンで蹴散らせ。懐かしい、なんかこの感じのロボット。痛い痛い痛い、昭和みたいこれ。結構かっこいい、一心同体。おお。ヒーローウィングこってこてだね。 D とスペースこうか。あ、まあまあ、なるほどね。慣れるとこんな感じか。邪悪な魔獣バルゾメ、俺と混合ヒーロー X がいる限り、お前の好きにはさせん。ガード、おお、しっかりしてるな。ガードもこれいいよね。ダイヤコンボアタック、かっこいい。ダイヤコンボアタックかっこいいわ。避けてみせる。避ける、こうか。違う、危なかった。前でも一応避けれた。格闘じゃないこれ、パンチでしょ。パンチの嵐。あれだ、オーバーヒートとかあるんだ。ガード隙だらけだぞ、バルゾ。必殺技、ここで決める。くらえ X フレイム、ソード。こうして混合ヒーロー X は魔獣バルゾを打ち倒した。正義のヒーローによって町に住む人々の平和は再び守られたのだ。やれ。さて始めようか。
いや全部セリフに声優さんついててこってこってでかっこいいと思う。シグマ中継ステーション宇宙行き、アサルトフリートゲートフェニックス艦内。タレサ、エドが揃いました。なになに、久々の依頼だって？そうよ、坊やたち。しかもやたら気前のいいお客さんのね。モリス、早速ブリーフィングをお願い。ああ、本家はネオ国際連合武装軍、通称 UNF からの依頼だ。火星植民地で行方不明となった情報行動物資官の捜索を行う。彼女が今回の捜索対象、アイラ・タニア・キルナ中尉だ。本件におけるコードネームは A とする。おお、綺麗なお姉さんっすね。 A が UNF と最後に連絡を取ったのは火星植民地オルクス112番行動の付近ということだけ分かっている。現時点の情報からこの112番行動もしくは近辺の居住区域に潜伏している可能性が高い。今回は A の捜索と確保、そして中継ステーションへの護送までが我々の任務だ。俺たちのような民間軍事会社に依頼するってことはただの人探しじゃないってことだろうな。ああ、UNF からの報告によると行動内で散発的に銃撃戦が発生している。メカ部隊を出せるうちの出番ってわけだな。ただの治安騒乱じゃない？火星植民地はネオ国連政府の管轄ギリギリだし、みんな伸び伸び過ごしてるのよね。任務に影響がなければいいんだが。民間人を巻き込む羽目になるのは勘弁してほしいな。現地民の避難情報はまだ入ってきていないな。ある程度は注意を払った方が良さそうだ。了解。ま、この程度なら楽勝っしょ。さっさと終わらせちゃおうぜ。依頼内容に比べて報酬が妙に高いな。何か裏がありそうだ。輸送機の準備はもうできてる。すぐ出発するぞ。気をつけていってらっしゃい。母艦で待ってるわ。はいはい、任せとけって。本機は間もなく112番行動の上空に到着します。砂嵐が接近中だが計画変更なしだ。作戦通り進めるぞ。ブリッジからタレサーへ。 02T は降下シークエンスに移行します。目標地点に到着。ハッチオープン。 MFX-02T サンダーボルト発進どうぞ。タレサ、サンダーボルト出る。同機は砂嵐の影響しない範囲まで退避します。報告にあったように小規模な銃撃戦が確認されている。おお、サンダーボルトとか名前がこってこてだけどかっこいい。ちなみにこれアサルトっていう機体らしい。いろいろディフェンダーみたいな感じとかスナイパーとかもあるらしいけど、あと、マルチで対戦もオフラインもできる。二手に分かれる。え、俺も上行きたかったけど。基本銃だ。しゃがむわ。これがガード。ほうほう。あ、弾数あるんだ。え、弾数あるのこれ。撃っちゃダメじゃんこれ。このクズの幸福ども無駄に抵抗しやがって。全員始末しまいな。ひどい。やめろ。こいつどこのメカだ。クソ、友軍じゃない。撃て撃て。痛いから。テロリストか。重武装してるとなると厄介だな。民間人にパンチ。テロリストか。あとね、コックピットからキャラもね、普通の乗ってる人も出れるらしい。まだ出れないのかな。あ、これは殴っちゃダメ。痛い痛い痛い。基本パンチとかでいかないといけないのかな、この辺。お、なにこれ。これ壊せるの。壊せるんだ。痛い痛い痛い。これ弾切れたらどうなんだろうな。あ、大丈夫、弾無限だったわ。撃っていいのね、どんどんね。それは撃つわ、どんどん。ああ、ちゃんとシールドある。ガードできる。
それでも撃つ暇なくない？何これ？ F アイテム入手した後上下で押すことでリペアアイテムを選択できる。押し込んでアイテムをしよう。了解。あ、これで押し込んだら修理できるってことか。へへ、こっちは行き止まりだぜ。これ E って何？パンチ。 Q は全然行き止まりじゃないけど、貫通するけど、そのバリア。まあ最初はね、1ステージだから。これでも意外と難しそうな予感なんだけど、これ何？修理。お、すごい、かっこいいすぎて、もうすごいしか言えない。本当にかっこいいと思う。たった一機じゃねえか、お前らかかれ。おうおう、そこのあんた、俺の後ろに隠れろ。あ、いいの来た、いいの来た。アンテナのあんちゃん、今だ。はい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 、こっちの弾は貫通するのね、素晴らしい。いいよ、全員削らせよ、このまま。パンチ。離す。あんたが誰だかは知らんが、仲間の仇を撃ってくれ。オッケー。あ、一人歩いてたわ。小さすぎて気づかなかった。おい、何のためにおめえら傭兵を雇ってると思ってやがる。さっさとあいつをやっちまえ。うるせえ。てめえに指図される覚えはねえ。おお、相手もロボ出てきた。ヘイ、貴様の相手はこの俺だ。 W シフトでブースト展開、ダッシュは大事なスキルです。はいはい、了解。あー、こうやって受けるのね。で、後ろから撃つ。間違った間違った間違った。敵の2脚機と遭遇した。エドガ、こいつらただのテロリストじゃないぞ。あっちもだ、気をつけろ。 OK、 新しい武器。武器を入手した後 R を押すことで切り替える。メイン武器と別に特殊武器は、特殊武器は弾切れがないと、うん、拾う。あ、ちょっと待って、違う、ちょっと待って、切り替えたい切り替えたい。武器を、武器の切り替えはどれ？あ、 R って言ってたよ、失礼。あれ、こっちが普段使ってる銃だっけ？そうだよ。あれ、どっちだっけ、さっき使ってた銃。あ、これだよね、これが普通の銃だよ。はい、中の物資は絶対に敵に渡すはいかねえ。校内の全てをポッと破壊してくれ。おお、なんか銃ってお金かな、これ。おお、おお、2体。で、どっちも欲しい。これを取って、痛い痛い痛い、はいはいはい。あ、ちょっと待って、消えた。消えるの、それ。それずるくない？あ、レベルもあるんだ、レベル2だって。へえ。あ、使い捨てなんだ。これなんか光ってると思うんだけど。あ、なんか、ちょっと待って。調査。火星鉱山生産年間。このデジタル年間は2219年にヘルメスグループによって出版されたものだ。このハンドバッグでは、火星における鉱山採掘産業の今、そして宇宙工業界の発展においてヘルメスグループの成してきた功績について紹介します。これだけ F だったけど、同じことね。
あ、いいね。こういうの盾に使えるんだ。これ何？特に関係、あ、これ落として倒せたんだ。なるほど、地形もよく見ていかなきゃいけないってことか。痛い痛い痛い。パンチの方が速そう。はいはい。あ、ここにもある。サブ目標達成、全部成功したのね。あとはじゃあお決まりのボスでしょ。もうこってこてだから。違う、ちょっと待ってちょっと待って、なんか新しい機体できてきてる。リロード、ちょっと待って。痛い痛い痛い。ちょっとこっち、まあ難しいな操作。結構痛いんだけど。ヒールがちょっと可愛い。これお金でなんか買えるんだろうな多分。何これ、落とすだけ。これずるいね。あ、これ落とせばよかったのか。すごい砂嵐だな。あ、これでこうだ。あ、うまい、うまいよ今の。完璧。居住区域を捜索する。あ、そうだ、あれだよね、女の人探しに来た。あ、違う、コードネーム A で探しに来た。エドが居住区域に到着した。周囲は瓦礫の山、しかもそこら中血痕だらけだ。それもテロリストの仕業。 A の安否が心配だ。早く探し出すぞ。分かった、急ごうぜ。何何何、コックピットには誰もいない。ハッチが開いている。何？光学センサーが再起動。させるか？今までの連中とは違う。つまんねえ仕事だと思ってたら面白そうな奴がいるじゃねえか。だがお前にとっちゃ悪夢かもな。死ぬ準備できてっか。おお、オッケーオッケー。ちょっと待って、痛い痛い痛い。ちょっと待って、ちょっと待ってやばい、これ難しいかも。ちょっと待って、難しい。痛い。うわ、ちょっと待って、ガード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 遅いとダメなんだ。これ格闘のが強いだから。ガード、あ、なんでガード弾き返されるんだけど。強い。ちょっと待って、落ち着こう。強いわ最初から。痛い痛い痛い。あ、やばいやばい。よく粘ってんじゃねえか。フィニッシュだ。タレサ、援護防御間に合ったな。エドは無駄だ。覚悟はできてっか。ボルヘス、何を遊んでいる。とっとと捕虜を連行しろ。わかったよ。お前いい腕してんな。だがお前らはここから出られねえ。じゃあ俺は仕事があるんで、せいぜい野犬の餌にでもなるんだな。
くりした。倒せない敵なのね。あまりにもこっちの攻撃入んないからどうしたかと思ったよ。ランク評価 B。 あ、火ダメージも計算されるんだ。なるほどね。クリアフォッシュ1390円。ふぅ、ヒヤヒヤしたぜ。助かったよエドガー。また一個貸しが増えたな。それにしてもさっきの赤いやつマジですごかったな。ああ、旧式のメカであんな挙動をこなすとは。それにずっと外部スピーカーで喋りっぱ、スーパー系かっての。スーパー何？ああいや、なんでもないって気にすんな。あの赤髪のパイロット、生身でメカとやり合うなんて一体何者なんだ。新しいミッションがあります。あ、すごいなこれ。カスタマイズできるんだ。核装兵装強そう。まだ持ってないよね。そりゃそうだよね。開発、あ、開発もちゃんとできるんだ。へえ。武装性能だったり、ショットガン、ヘビーマシンガン、キャノン砲、ロケットランチャー、ガトリング。あ、レベルも必要なんだ。あ、でもどれも強そうだな。どんな武器あるか気になるんだけど、すごい。いや、まだ買わない方がいいかな。もうちょっと貯めようかな、お金。あ、これでミッションをやり直すこともできるんだ。これで報酬とかも、だから周回して強化していくって感じなのかな、やり込み要素的な。なるほどね。で1の1が終わったと。いやでもこれ本当にびっくりした。あの赤いの本当に強かった。やればわかると思う。あのね、全然格闘を叩いても向こうゴリ押しで返してくるからね。なるほどね。じゃあ初回ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。これオフラインとかで結構みんなで対戦するのもかなり楽しいと思います。あ、ちょっとコマンド紹介できなかったので、あの動画の紹介文のとこにいつも通り書いておきますので、よかったら見てください。それではご視聴ありがとうございました。アディオスアミゴス、オオカミでした。またね。Take down